異分家での会見に参加する美の国。ロムンギブン、あの国の地方領主、ドレイクとは、領地が隣り合っている関係などから、何かと対立することも多く、ドレイクが、下克上を起こそうとしている事実をつかみ、それを防ぐべく、行動を開始した。カーロギブン、ロムンギブンの妻、一人息子である、ニーと同じく、柔らかな物腰の、穏やかな貴婦人、戦いとは、程遠い生活をしていたが、夫を助け、ドレイクの野望をくじくため、語り部と共に、エルフ城へ向かうという、行動に出た。戦士以外の者も巻き込む。よくもそれで聖戦士などと。主人公がオーラバトラーに乗っている場合、ショーとの一騎打ちとなり、勝利すればショーがゼラーナ隊へ願える条件が成立する様子。ガンバインとガンバインで繰り広げる一騎打ち。間合いを詰めて即座に仕掛けたい。オーラショットにはこちらもオーラショットで応じ、気分はすっかりマイストーン。焦って間合いを詰めるが、ショーに逆襲を食らう。
ショーの離反を成立させるためにも同意して奇襲に参加したい説得済みなのに、トットが仲間になっていない場合、ここでトットの脱走イベントが起きてショーが寝返らなくなる模様。原作第3話に参加する気分が味わえるのはロールートならではである。制限ターンは戦闘なのだが、聖戦士の抜け落ちはブレイク軍だぞ。クリークのようなコーヒーのようなもの、石膏を仕掛け壊滅を狙う。バーン率いるリムル創作隊との戦闘、ドラムロに用心しながら舞台撃破を。
主力をドラムロに向けて展開、接近戦に持ち込み、早めの撃破を。反撃がうるさい、ドラムロ、一筋縄ではいかない相手である。3から4話に相当し、勝利班からのリムル捜索へのストーリー展開。ゲームでは3章かけてたどり着くので、序盤の展開を丁寧に作っているのがよくわかり、興味深い。手強い。バーンさえ落としてしまえば、あとは烏合の衆。
少佐様、ドレイクの野望に気づき、その野望をくじくためにゼラーナ隊へ身を寄せることになった。地上世界では空手をたしなんでいたため、その武術の腕前はかなりのもの。また同時期に呼び込まれた聖戦士たちと比べても群を抜いて高いオーラ力を保持している。義分家に仕えるガローラン、ニー義分たちの下で情報収集活動を行っている。この手のガローランらしく気が弱く暴力に弱いが、仲間内でも特に俊足を誇っている。の国、あの国とラウの国の間に位置する自然豊かな観光名所の多い国、穏健な人物として知られるティネガンハム王が治めている。小さくはあるが平和な国である。バーの砦、ミノ国一の豪族の砦、赤い鳥が集うのでこう呼ばれている。いかにも自然の豊かなミノ国にふさわしい砦である。ゼラーナ隊を先発だと原作通りの展開でティネガン王は無条件で死んでしまう。急ぎミノ国へ向かい、その後の戦闘に勝利できれば王を助けることが可能で、展開の自由度が広がる。クスタンガの丘、コモンと水の国を隔てると言われるミフェラリオが生まれ住む世界、コモンとの行き来を禁じるため嵐の壁で覆われている。シルキーマウ、ラースワウに囚われているエッフェラリオ、親友であるリムルを盾にドレイクに脅され、金を貸して地上人をバイストンウェルに召喚してしまう。
会を押し切ってクスターナのお通い道。立ち寄っても追い出されるだけなのだが、オーラマシンの開発をしていない場合、ここでジャコバと会見しておくことが6章で強化パンツァー粒子の条件になっている様子。バーオン、水の国、マーラーカーレンに住むフェラリオたちの指導者、コモンの騒乱やオーラマシンの出現にも無関心で、バイストーンウェルの掟が守られることのみに不信する。レッドバーの砦へ急ぐ。この戦闘は制限ターン内で勝利できるかどうかでルートが分岐する。勝利すればキロン城でフィネガン王を守るルート、敗北すればフィネガン王は戦死でドレイク軍本体とキロン城での決戦になる。バーンのヴィランミーはオタフで強敵ドウスに頭をかけると制限内でのクリアが厳しくなる。早い段階で接近戦へ持ち込み撃破しておきたい。70ターンの制限は意外と短いので、速やかに敵の数を減らすことでターン数を敵の攻撃で消費させないよう心がけたい。前線へ飛び込み、バーンのヴィランミーを引き寄せて反撃でも長い時間撃破を始める。ヴィランミー、新型のオーラ増幅器を搭載した大型オーラバトラー。オーラ力の高い部門で高い出力を発揮でき、バランスの取れた優れた性能を有している。知られたバーンの背後から吸収。ドラムロへ2巡目が来るが、撃墜できればターンの節約になる。集中攻撃で撃破していきたい。
敗北となり、ルートが分岐する。撤退して、キロン城へ駆けつけるのだが、ディネガン王と会えずに、ドレイク軍本体との戦闘となる。この展開は、ゼラーナ対先発の場合も同様で、ゼラーナ対抜きでレッドバーの砦を越えてキロン城へたどり着くも、ディネガン王が戦死状態での戦闘となってしまう。レッドバーの砦、案外重要な施設なのである。ディネガンハム、ミノ国の国王、貞淑な妻
アットフットと一人娘のエレを愛する心優しい王と知られており、国民にも大変慕われている。アットフットハーム、ピネガン王の妻ラウノ、ポイゾン王の一人娘、王族でありながら家事もこなし、思いやりにあふれた良妻。父を裏切るように駆け落ちしたほど夫のピネガン王を愛している。エレハーム、ミノ国の王女、豊かな自然と両親の愛情に恵まれて育った心優しい美少女である。未来を予見する不思議なオーラ力の持ち主だが、本人はその力を未だ使いこなせないでいる。重力を無視したものすごい髪型なのである。ラウノ国、ワノ国の北方に位置する大国、勇猛な武人として知られるポイゾン王は王として国を治めている。その国柄も勇猛なものとして近隣に知られており、三つ首の大蛇タータラを守護獣として仰いでいる。ピネガン王が乗るナムワー王、ドレイク軍に落とされてしまうとルートが分岐するので、このマップでは慎重な戦闘を心がける。貧弱な戦艦に登場するピネガン王一人前線へ放り出してしまうと撃墜されてしまうので、味方機を追従させてフォローに回す。接近させないように展開する。西側は敵の注意を引いて合流を遅らせるように展開。少数精鋭の戦力でヴィランミールを優先して狙う。戦艦に取り付く前に叩き落とす。
しながら確実に一機ずつ落としていく。
聖戦士、それはバイストンウェルに古より伝わる救済の戦士。マーベル・フローズン、ショウ・ザマ、トッド・ギネス、トカマク・ロブスキー、そして理の国に光と共に現れた伝説の聖戦士。今ここに聖戦士の伝説は蘇り、世界にあだなす存在にその力を振るわんとしていた。ご視聴ありがとうございました。オーラマシン、地上人、ショットウェポンの作りし新たなる機械兵器、騎士の剣と誇りが交錯した古き戦いはこのバイストンウェルから姿を消し、絶大な力を誇るこの機械人形がドレイクルフトの手により戦場で猛威を振るい始めていた。バイストンウェル、人の魂が帰還する世界。しかしこの世界はもはや平穏な安息の地ではない。